学校はエリート育成の工場で、会社はそれらを回収する。大型の掃除機みたいなもので、医者は政府公認のドラッグディーラー。政治家は表向き非指定の暴力団、CEO たちは犯罪をしないタイプの反社会性人格障害者で、あの両親は決して殴りはしないけど、子供をいじめる虐待者。わからない、もうこれ以上わからない。ジャーナリストは悪魔を知らない、お人よしの手段で、芸術家はわがままを売りつけるだけのペテンシーのオークラウンで、カウンセラーの先生は本当は人間が大嫌い。朝は夜を超えるためにあっていくばくかの期待を込めてみた。仕事はないかと求人サイトを眺めると、有名私大を出て時給980円。俺の価値は一体何なんだと、舌打ちしてから旅路の支度。やっぱりそうだった、いつもそうだったんだ。旅に出よう、永遠の旅に。楽じゃないよ、その正反対さ、死ぬほど孤独で生きてゆく。だけどこの道しか僕にもう残されて